東武ワールドスクウェア、東武ワールドスクウェア世界建築博物館、東武ワールドスクウェア世界建築博物館は、栃木県日光市絹川温泉にある、世界各国の遺跡や建築物を再現した、日本のミニチュアパクである。東武鉄道が、創立95周年、1992年の、記念事業として5年の歳月と総工費140億円、土地代約30億円。 土木、建設工事費、約50億円、展示物制作費、約50億円、植栽工事費、約10億円をかけて建設し、1993年4月24日に開業。メインエントランスを含む主な敷地は、海抜、標高367.77メートルに位置する。オープン当初は、東武鉄道の直営であったが、 同社のリストラ策により2002年3月末をもって運営委託先の子会社東部ワールドスクウェア株式会社に事業譲とした。世界21の国と地域より100点以上の遺跡や建築物を25分の1規模で約14万体の人形と共に再現している。設計と企画は東方株式会社と東方映像美術が担当し、試行は東部建設が行い、 植栽と造園技術は東武緑地建設が担当した。園内は大きく6つのゾーンに分けられており、現代日本、アメリカエジプトヨーロッパアジア、日本の順となっている。各ゾーンではエジプトの三大ピラミッド、パルテノン神殿、金閣寺などの45の世界遺産登録物件の他、世界の有名建築物が展示されている。多くは人間の目線近くや、 それより低くなっているが、2010年4月24日に展示を開始した東京スカイツリーは約26メートルもの高さがある。展示物にはユニークな仕掛けがあり、別売のプレイカードを展示物前のカードリード、ライターに挿入することで、バッキンガム宮殿の衛兵交代式を再現することができたり、国会議事堂入り口にある総理大臣のフィギュアを時の人物に入れ替えていたり、 故宮では映画ラストエンペラーの撮影の様子を再現するなどのリアリティを追求する工夫がなされている。また、東京駅や日本の四季の風景をバックに模型の新幹線や特急列車、スペーシア、蒸気機関車といった鉄道模型が園内を走行するほか、展示物に合わせたサイズの約2万本の本格的な盆栽が植えられており、季節によって異なる景観が楽しめるようになっている。 年間入場者数は、開業初年度の1993年に283万4000人を記録したのがピークで、2005年には開業時の10分の1以下の27万5000人まで落ち込んだ。施設の性質上展示物の入れ替えがほとんど行えず、開業以来変化に乏しいためリピーターの獲得がし、がたく2007年以降の年間入場者数は30万人前後で、 推移していた。2010年度は、実物より2年早く完成した、東京スカイツリーの展示開始に伴う、特別列車、スカイツリートレイン、浅草木沼温泉館の運転などを、実施、50万4000人と全年度実績の32万5千人を大幅に上回る集客を記録した。2012年9月には、東武鉄道からの事業譲り受けに伴い生じた。 仮入れ金を完済したことが報じられた。展示物の数は1993年の開業時点では10等2、部の語呂合わせる102点、付帯施設の属であったが、1999年4月には新展示物として、慶福宮金星殿、公園邸が公開されており、東京スカイツリーは11年ぶりの新展示物となる。また、 1995年から2002年までフランスのマスビニエール夫妻が51年の歳月を費やして移動サーカスの風景を17分の1サイズで制作したミニチュアバルディサーカス、バーディサーカスを展示するためのパビリオンが建てられていた。現在は園内で販売されているガイドブックに王子の展示風景が収録されている。ミニチュア以外では2000年4月より 記念撮影用に、原寸大のラクダ、エジプトゾーン、イギリス王室、この衛兵、ヨーロッパゾーン、兵馬用、アジアゾーンがそれぞれ設置されている。このほか、アメリカゾーンでは自由の女神像の原寸大の足跡、ヨーロッパゾーンではビッグベンの時計の原寸大を再現した模様が、順路上に描かれている。日回、園内スタッフによる展示物に関する。 ガイドツアーを実施している参加無料。1回の所要時間は約30分。A コースは10時30分からと13時から、現代日本ゾーン、エジプトゾーン巡り、B コースは11時30分からと14時から、ヨーロッパゾーンの展示物について解説が受けられる。メインエントランス近くのインフォメーションブースで、展示物ごとのエピソードを物知り、おじさんとトムマイムの掛け合いで解説する。 JVC ケンウッド製の音声ガイド装置、製品名、ガイドマンを有料で貸し出している日本語、英語、中国語、韓国語対応。かつてガイド役の物知り、おじさんの声は声優の滝口純平が演じていたが2013年4月の開演20周年からリニューアルされた新ガイド音声に差し替えられ現在に至る。なお、 2015年12月現在、日本語の音声ガイドでは現代日本、ゾーンアメリカゾーンエジプトゾーン、日本ゾーンは、物知りおじさん、シンと、トム、シンマイム、シンの掛け合い、ヨーロッパゾーンアジアゾーンはお姉さんによる解説となっていて、一つの展示物に対する解説は、約2分から4分程度である。また、天気入力番号によっては、 東部ワールドスクエア全体の説やサービス施設の説明も聞くことが可能。同ガイドシステムのハードは、園内の展示物ナンバーをガイド装置の点キーで入力し、プレイボタンを押すと、その展示物の音声によるガイドが聞こえる。個体メモリー再生方式で、一時停止やストップ機能、トラックスキップ、バック機能、音量調整機能、 バックライト液晶式ディスプレイも装備した使い期体になっている。園内展示物ゾーンの15カ所に対応した磁気式プリペイドカードによるプレイカードが開園から現在も導入されている。プレイカードの正式なシステム名称はアップックスでアミューズメントパーカードシステムである。同システムの導入は株式会社日本デスコが担当し園内にある プレイカード自販機のメンテナンスやプレイカード読み取り機インターホン連動系を東部ワールドスクエア向けに開発のメンテナンスも担当している過去には5ポイントカードと10ポイントカードと15ポイントカードの3種類が存在したが2013年9月末に15カ所のプレイポイントをすべて1回1イント減算式に改定したのと同時に5ポイントカードと10ポイントカードの 販売廃止を行い、15ポイントカードを1枚1000円に統一し、サービスの向上を図った。なお、使用途中のプレイカードには期限がないため、再来放置や後日でも残ったカードのポイントを使うことができる。二人は園内に住むピースフェアリー、平和の妖精という設定で、名前は一般公募の中から選ばれた。東部ワールドスクエア園内のショップ施設。 メルカド1、メインエントランスから見て、側のショップ内にマスコットキャラクターの名称紹介ボードが常設され、公式ホームページ内にも、トムとマイムの紹介ページがある。開演当時は、テレビ CM、アニメイラスト、キャラクターグッズや印刷物といった二次元での活躍であったが、開業から6年目の1999年に、 着ぐるみが作られ、毎年3月から11月までのほぼ毎週度、日祝に、ピースフェアリートムマイムというショーが1日2回、開催されるようになった。ショーが行われない平日と12月から2月の間は1日2回から4回程度の、割合で、トムとマイムのキャラクターグリーティングが園内で行われる。ただし、2013年から、平日のグリーティングは、 回数や頻度が削減されるようになったため、平日でもグリーティングが実施されない日もある。着ぐるみは、過去2回キャラクターの顔やコスチュームのマイナーチェンジが行われている。初代は1999年から2001年、2代目は2001年から2004年、3代目は2004年から活動している。コスチューム、普段にの衣装は2012年に更新と、マイナーチェンジを行った。 以前は子供っぽい顔つきだったキャラクターが若干ながら成長した可愛らしい表情になっている。過去に行われたトムとマイムのもしもの世界旅行キャラクターショーでは普段にのコスチューム以外にインディアン小族のコスチュームを着て出演した。毎年11月下旬からのクリスマス期間ではトムとマイムの両名がクリスマスコスチュームに身を包んで園内グリーティングを行うほか 園外出張の PR 活動も行う。過去には、ゆるキャラ選手権にも出場した。また、園内にある、水飲み場や、休憩施設、トイレの入り口、駐車場ゲートなどにも、オブジェや、サインプレートにあしらった形で、トムとマイムのイラストがありする。以下は現代日本ゾ音展示物の補足説明である。以下は、アメリカゾ音展示物の補足説明である。以下は、 エジプトゾーン展示物の補足説明である。以下はヨーロッパゾーン展示物の補足説明である。以下はアジアゾーン展示物の補足説明である。以下は日本ゾーン展示物の補足説明である。2006年5月に閉園したカヌマシャクナゲフラワーパークのシャクナゲを譲り受け移植し、2009年4月24日に開園した。 1200本の尺投げが植樹されており、以前はアジアゾーンと日本ゾーンの中間、現在の休憩室、憩いとコンベンションハウスの隣接地に入場口があり東部、ワールドスクウェアの入場者は無料、パークのみ入園の場合は、開花状況により500から300円、小人は無料、開花状況により、 おおむね4月下旬から6月上旬の間で開園日と入場料金が変動。シーズン外は森林浴ゾーンとして無料開放されていたが、現在はシャクナゲパークのみの入園はできなくなった。開園20周年の2013年には、東武鉄道や一般から募った人々による記念食事が行われた。5月中旬の金曜から日曜の3日間、 ナイトお花見会と称して、尺投げのライトアップが行われる。また、冬季のイルミネーション実施時に、尺投げパーク内もイルミネーションの装飾が行われる。2017年12月現在、詳細は公式サイトの料金、営業時間を確認のこと。年中無休、豪雪時は臨時休園する場合がある。また、東日本大震災発生後に一時臨時休園した。 2000年3月18日に中学生、高校生の区分が大人料金に統一された。開園時の当日券の大人料金は2500円だったが、2016年12月から当日券は大人2800円、小人1400円に統一された。夏季ライトアップ実施期間の19時以降及び冬季、イルミネーション実施期間の16時30分以降は、 以下の入場料が適用される。入園と園内の飲食施設で使用できる、ミールクーポンのセット券。通常の当日入園料金並みの料金で園内の食事も楽しめる。要事前予約。入園と園内のは食どころ、平安での食事セットクーポン券。通常の当日入園料金並みの料金で園内の食事も楽しめる。大人ペア。 二人一組で事前購入するタイプの入園料金がお得になるチケットで事前購入のチケットを入園当日に入園券に引き換える。東武ワールドスクエアの入園チケット時の川お菓子の白ケーキ飲み物がセット。お菓子1個のプレゼントも付属。お菓子の白喫茶提供時間は10時から15時。絹川お菓子の白新興特益もより 東部ワールドスクエアから徒歩20分、東部トラベルをはじめとする、主な旅行代理店、ITB 取扱いのコンビニエンスストアファミリーマートの、マルチメディカン待ファミポートで販売。東部ワールドスクエアの16時半以降入園可能の、チケット、夜間イルミネーション開催日や季節により、入園時間は、変更をと、園内で利用できる500円分のクーポン券、または、 カフェテリアレストン、ワールドでの食事セットの組み合わせ。夏季の各駅からの往復乗車券フリー区間、乗車券、東部ワールドスクウェア入園券フリー区間の、バス乗車券絹川温泉地区ホテル日帰り、入浴券のセット。2017年夏から、数年発売の商品となった。夏季ライトアップの実施期間は18時以降、冬季イルミネーションの実施期間は15時以降の、 駐車料金は無料となる。公式サイト内の園内サービスを参照のこと。期間限定で実在の人物や特定の半券キャラクターの人形を園内展示物の数箇所に設置し来園者に探し当てさせるクイズを実施することがある。クイズ専門性会社の中から抽選でその人物にまつわる商品や旅行券が当たる。また園内では季節、 日日限定で様々なイベントを開催する。これまでに登場した人物と商品。園内で行われた主なタイアップイベント、企画イベント。日光、絹川エリアは日本有数の温泉保養地、絹川温泉や世界遺産、日光の社寺がある。このエリアのテーマパークは他に、ウェスタン村、新港徳駅、2007年より休園中、日光江戸村、 おさご駅もよりがある。1993年の開園から、しばらくの間は不定期で、スポット CM を放映していたが、1996年以降、イベント開催時などに、CM が放映されるようになり、2000年代以降は、有名タレントを起用しなくなった。2016年現在は在京キー局の、関東ローカル枠、テレビ東京、土曜スペシャル放送枠内でスポット放映され、 同番組の提供も行っている。2014年から現在まで放映されている CM は、ハイビジョン画質、HV 画質に対応した、新規制作のものになっている。テーマソングとして、東部ワールドスクウェア、作詞、前浜ハ夢、作曲、西尾吉見中、編曲、山中希少が制作され、最初の CM に出演した、小田アカが歌唱した。 テレビ CM では出演者が変わるごとに歌手やアレンジが変更されたが、東部ワールドスクウェア園内のウェルカムスクウェアでは BGM と交互に2代目の音源、歌手名不詳、栗原小牧の CM 出演時に流れたものが使用されている。1993年2月に発売された、小田のセカンドシングル、南の国から来た手紙の詩、W に、 このテーマソングのサビで歌われている、東部ワールドスクウェアの施設名を一般名詞に差し替えた、夢のワールドスクウェアが収録されており、園内売店において、在庫限りで長期間販売されていた。SCD ナンバーコーダ -185、18日本コロンビア、1993年3月30日発売、オリジナルからお受け付きテーマソング、東部ワールドスクウェアは、 東部グループ関係者向けに配布された非売品 CD シングルが存在し、市販化された南の国から来た手紙とは異なり、テーマソングに加えて、園内用の BGM2 曲とオリジナルカラオケが収録されている。SCD ナンバー g s s 1 1 3 5東部鉄道1993年3月3日配布。開演。 1993年から2009年頃の東部ワールドスクエアに関して現存する資料類に基づいて下記のようにまとめました。なお、の説明は過去からの変更点を表し2017年現在の施設状況を表しています。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。